標ビーコン420点の敷設完了を確認。識別 ID との整合性チェックおよびリンク完了。暫定目標地点を A1 に設定します。バンカー水平固定、砲力遮蔽濃度クリア。対地爆撃用大陸弾道超長距離ミサイルバジュランナ発射準備完了。ソル、聞こえるか？おう。バジュランナは水平射出を可能とした砲力と化学の水を結集した弾道ミサイルだ。初速で秒速 0.2km、 巡航速度到達時は秒速 5.2km を超える。今回の目標まではおよそ 9200km 地方、発射からおよそ22分間で目標に到達する見込みだ。ミサイルとしては速い方ではないが、段階的に加速しながら目標へ向かって直線的に飛ぶ。そこからの上層でどの程度速度差を埋められるかは分からんが、言うまでもなく人間技ではない。それから新艦がキャンセルされてるとはいえ、着弾時の衝撃は尋常ではないはずだ。ごたくはいいからさっさと始めろ。ふん、忠告ぐらい聞いておけ。我々は貴様の超人的な身体に期待することしかできないのだからな。頼むぞ。助走を始め。バジュランダ発射。この部隊が続々と集まってきたな。ああ、我が国とアメリカ、それに中華連邦の部隊がすでに到着し展開完了している。こいつはすごいことになるぞ。二度と拝むことはできない壮観な光景になるだろう。うん。ドクター、間に合いそうか？一致団結して何時に立ち向かう結束力こそ人間が持つ最大の武器だ。皆持てる力を出し切って頑張ってくれている。大丈夫さ。どうやら次の中継ポイントで待ち伏せをしているようね。この短時間でここまでの対策を実行する手腕、ドクターパラダイか。警戒すべき戦闘能力は皆無という情報だけで判断したのは誤りだった。だがいずれにせよ我々には絶対防壁フェレオンがある。奴らの攻撃ではユリカムに傷一つつけることはできない。うん、勝負だパラダイ。こいつは想像以上だ。圧巻だな。うん、皆よく頑張ってくれた。あとは失敗がないことを祈るだけだな。案ずるな。確かにゆりかごの再出現範囲を厳密に指定することはできん。しかしこうやって想定されるエリア全域にビーコンを敷き詰めておき、ゆりかごが現れたらそこに一番近いビーコンに目標を再設定すればよい。フレデリックの着弾位置を正確に指定することができる。それでソルはすでに向かっているとは聞いているが、間に合うのか？心配が絶えん男だ。君はそんな大きなガタイで意外と肝が小さいな。悪かった。それより今一度兵士たちに指示を徹底してくれ。
くれぐれも私の合図があるまでは決して撃つなど。ああ、何大船に乗ったつもりでいたまえ。作戦は完璧だ。何事だ。復旧です。何者かがビーコンを破壊しています。なんだと。一体誰だ。あの姿、カイの報告にあった敵か。 A1 から7までのビーコンが破壊されました。うわ、どうした。暫定目標のビーコンが消失しました。次々と減っていきます。なんだと。トラブルだ。ドクター、ビーコンの信号が消失している。何が起こった。ベッドマンという謎の敵にビーコンが破壊されている。すでに多くの数を失ってしまった。ベッドマンだと。このままでは全てを失う可能性がある。バジュランダの誘導手段は他にないか。あるにはあるが、いずれもすぐには再設定できない。それよりもだ。バジュランダは設定目標を失うと大気圏外へと進路を変えるセーフティーが働くのだ。なんだと。とりあえず残存するビーコンを目標として再設定してみよう。目標変更、 S の2に設定。くそ、初めての二日酔いより立ちが悪いぞ。そこまでだ。貴様の話は聞いている。バッドマンだかビットマンだか知らんが、これ以上勝手は許さん。意外とやれるじゃないか。第二連王レオ・ホワイトファング。なめるな。まずいな、ビーコンの数がだいぶ減ってしまった。これではユリカゴの出現位置によっては近い位置に誘導できん。割り込んですまない。バーノン大統領、事情は把握した。上空で待機している艦船を的に使うのはどうだ。ダメだ、高度を下げて低空で待機させるのは危険だ。車線上に遊軍を置くことになってしまう。それにユリカゴは出現時にバックヤード空間を展開する。近づきすぎれば飲み込まれてしまうぞ。仕方ない、ジョーカーを切るか。クソ、瞬間転移か。捉えきれん。悪いけど君に付き合う気はないよ。僕の目的はあくまでこのビーコンの排除だからね。ユリカゴの熱源と位相変化を感知しました。120秒後に出現します。最も近いビーコンは。最も近いところで61キロ先です。くそ、せっかくの作戦が。こんなところでユリカゴを破壊されるわけにはいかないんだ。俺は近くまでお願いします。そうすれば私の転移が届きますから。了解。まさか。どこを見てんだ。また会ったな大将。この目なし草どもめ。ふやはり簡単にはいかんか。貴様、ジェリーフィッシュ海賊団の統領だ。待て待て、そういうのは後にしないか。違う、いや違わない。今はその腕を見込んで頼みがある。何をする。なるほど、ビーコンを直接設置しに行くつもりか。そうはさせないよ。
学習能力が不足しているね。そんな攻撃見切ったぞ。貴様は転移する距離の長さに応じて準備に必要な時間が長くなる。さあもう一度お得意の転移で逃げてみろ。この剣撃の外に出られるものなのだ。どう？いけます。行動を下げてください。エクです。目いっぱい減速して地面に近づけて先生を回収したら全速離脱。オッケー任せて。いや、一矢報いたぞ。この傷はこの前の。リーコーは X3 ミサイルの目標変更を行え。しまった。くそ、逃げられたか。ドクター、間に合いそうか。ミサイルの軌道がそれた分のロスはあるが、タイミングは悪くない。ユリカゴ、現世に出現します。来るぞ。なんだあれは。現れたぞ。ソルはまだか。静かに。見たまえ。作戦はすでに始まっている。な、な、あれは。あれがあなたの言っていた切り札か。たった一人であんな位置にいるのは危険だ。普通のものではないと言ったろう。大丈夫だ。一体何者なんだ。もう話してもいいだろう。あれはギアメーカー、君たちがあの男と呼ぶ人物だ。何？久しいね、クロノス。こんな形で再会するなんて残念だ。ギアメーカー、なぜここに。防衛砲撃撃ち落とせ。無駄だよ。ユリカゴには光線を目的とした装備はない。この程度の攻撃では彼を倒すことはできん。だが、それは貴様も同じだ。いかにギアメーカーであろうと。そうだね。確かに絶対防壁フェリオンは僕の力でもディスベリーできない。しかし破壊することはできる。僕と彼だ。やはりてめえか。フレデリック、今は作戦に集中して。言われなくても。何が起きている。
媒体にしてバックヤードから直接引き出す攻撃。フレデリックが繰り出す拳は今地球上では成し得ない高エネルギーを作り出している。それを僕が質量に変換し、シバルスシルト半径の幻想空間に閉じ込め、そして魔法防壁のある物理空間そのものを消滅させ別の小宇宙を誕生させ、あとはこの世界の崩壊をせき止めるフォローをするだけ。簡単な話だね。簡単と簡単に言ってくれる。レオ殿、今だ！全艦、全部隊、一斉射撃！このクソったれを跡形も残すな！やってくれたな、ギアメーカー。やはり貴様が最悪の敵だ。しかし、耐え切ったぞ。我々の勝ちだ。ジャスティス。出さない。ちっ、離脱しろ、フレデリック。バックヤードに飲み込まれるぞ。って、分かって。くそ、力が。フルデリック、いや、俺はバックヤードでも行動可能だ。このまま奴を追って蹴りをつけ。バカな、その状態では。なぜここに。離せ。ダメ、あなたもバックヤードから戻る方法を知らない。たとえジャスティスを